両方源さんですか。そうっすね。やばやばいよね聞いてますこの人自分に惹かれてるだろ。プラスレベルが高い人たちに入るとレベル高い人たち同士で争ってくれるのでクリアすくなるんですよ。やべえカートのやついないか何言えんだ誰だ今緑コーラそっくりかわいそすぎる違う冤罪ですこれは本当に俺がハタサコゼミかこのコイン取られる俺がハタサコゼミかよこのコイン取られるといいよ知らんねえよ下の人のためにサンダーを引いてあげようと思って、ね、なるほどね引いてあげるの感じがちげえじゃねえかよ確かにうまいなそれなるほどそれがハササコゼミかよそんなことするのかハササコゼミは全部冤罪ですこれやってませんあ、リンゴさんダークサイドハササコゼミだすいませんちょっと奪っちゃってコイン4枚だごめんぐるぐる回ってこい4枚ごめんってあそっか1回3枚落とされたからやばいいや来ませんやばいですこれこれまずいです3段来ました、はいナイスいつでもいいよカウントしてへんねのちゃんぐらいだけは知らせいるってくそタニエンカウントタニエンまだカンプチェこれ持ってないんちゃう持ってないな虚偽申告嘘だろ持ってねえとかあんのかよそのあれでいきますサーンお前最後までいいよ早く早く早く今から引こうとして今やばい俺のキラーボーイじゃねえ今じゃねえよもうハタさんが勝手に言ったのかこれうるせえ関係ねえよハタさんが勝てるかどうかなんて被害者だこちらは伊豆が溶け食らってちょっと復帰しただろうなぐらいで打ちましたなるほどね素晴らしいナイスおお硬いコースだね何今の今日は月が綺麗だねみたいな感じ。神様そういうそういう言い方だった。いやそういう言い方だった。アイラブユーを訳したよ。硬いコースだねって。シャレやわ。訳しすぎでしょ。今日は月が綺麗だねみたいな感じだったけど。ドリカムっぽい。ほんまか。レイキランク5回転目みたいになって。哀愁のサイン。ああということで。そうっす。うん、取れるねこいつ。いだ。早く走るくん。元気な走るくん。もう。絶対にさ置いてくる。絶対置いてくる。100%。あ、コインよりも自分の方がちっちゃいんだ。なんでそんなとこバラを行くんだよハゲやの。慎太郎が振るから。死んだけワークで意識してやるかったな踏んだっても絶対置くから間違いない絶対置くよな置かないよまあ、いい待ちますかで、ここバクサポイント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 であいつはない何かをずっと避けてると一人で俺コインしか持ってなかったのに何かと戦って何か戦ってあいつ何戦ってんだあいつすげーだってリムさんうまいやったーちょっとネロちゃん投げといてやっとねなに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 当たった今早く走る緑当てた早く走るクソ何早く走るなんだなんだあーリンゴさんごめんね早く走るバカが俺ら当たってない当たってない怖いな早く走るくんか早く走るくんか誰早く走るくんはい誰かなあ、あれ、だめ、こういな。早くシャンして、早くシャン。シャンって何の、あれ。うい。アイテム取れたら、早く走る君、体がちっちゃい。おい、マジで、てめえぞ、てめえ、何、二度と来んな、お前、マジで。いや、ちょっと、誰かゼルダの伝説開いて。
いやー無理やなこれ1。危ない、うん、危なかった、まあ、隅無理もー滑りまくりだって自分にあっこんなこの赤に当たったのか私ね、ゲンさんに投げたやつ自分に跳ね返ってきた。お前投げの報いだ。くそー。カスタムじゃねえな。スルスルも結局選んでる人いなかったな。ですね。確かに。意外と。ゲンさん選ばなかったの？なんかピックしようとはしてましたけどね。あれリンゴさんハゲた。ハゲたね。抵抗なく、いや、ガチでなくしてきた。ガチでできちゃう。甘さんになって帰ってきた。遅さが来たね。来たとしたら余計なものを削ぎ落としてきた。もう。ちょっと本気出そうと思って。熱意が違うね。本番終わったのにここで解放。何でハゲ続けるの？待てハゲ、待てハゲ。なんで俺が数年いず2人ぐらいなったんですか。あ、もう一度耐えろ。ちょっとこの辺じゃ、これが良くない、これが良くない。ここで、あそして、危ない危ない。誰早く走る、クソじゃねえかよ。早く走るぞ、てめえやりやがったな、お前。違う、今ゲンさん投げた。俺に当たってんだよ。ごめん、アマさんごめんね、抜くよ。この直線のヨガは。何に当たった。うわぁぁ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 ぁリンだな、今のは。違いますよ、今の違いますよ、完全にお前だったぞ。違いますよ、ね、ちょっとなんかニヤニヤしながら言ってる。すごい、だよ、どけ、ほら落ちた。あー、いっぱい落ちた、気持ちいい。あー、ないアイテムくれ。あやります、それパックンスター最強、パックンスター最強。あ、ちょ、秋川さん全部弾かれてる。いや、そこでキラー強いね、浮いたいね。いやー、待って、いってねー、もう後ろ見すぎたわ。お前どうしたんだ。おい、どんな軌道を飛んでんだよ、サンダーじゃなくて。おりゃー、ずるいなー、あの高垣とかいうやつ、キラーって聞いて。イケリンさんとちょっと、お前この記録くれ。いただきます。はい、地獄。あらまあ、あらまあ、あらまあまあ、読みすぎた、地獄でした。インさんも外役して嘘つくようになったんですね。違いますよとか言って、違いますよ。ニコニコしながら言ってたぞ、あれ本当に。この雨集まり会を経て暴言吐くようになりましたもんね、リンさん。おー、言ってたね。なんて言ったんですか。ふざけるな、パン君。手開いてるし、完全にブチ切れたんでお父さん出しました。ちょっとニュースですよ。あ、失敗した。それもと、パパ来た。こういうことです。赤。今日めっちゃ赤かれると思うから、赤来ると思う、ほら。ほらじゃないのよ。今日すごいのよ、ほんまに。見に行くなたい。ここさ、最初のダブルオプションしたらバナナ置いてるにめっちゃ見えんねん。わかる、バナナの種あるよね。わかる。少なくとも。めっちゃ見える。誰この黒石、ハタハタ。俺でーす。邪魔だ。これで。なんだこのクッパは。パパ。早く走るクッパ。早く走るクッパ。ダメだ。マジでこれを。何後ろ投げとんねん、ハタハタ。そうだ。もっと言え。トータスさん。今クラクションいらなかったわ。兄貴もそっくらかすんだね。いや、やられたらやり返す。それが現場。それが俺言ってんだよ。俺もクラクション。もう曲がれない、曲がれない、お父さん。置いてます。膝が硬い。
ことさとし膝が膝に入ってんじゃねえ。危ない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 。お父さんが守るから。守るからっつって爆散してんじゃねえ。被弾した。あーあー、すごい。お父さん赤は前に投げましょうよ。前投げましょうよ。それ僕じゃないです。僕じゃないです。違うんです。あ、犯罪これ。ごめんごめん。あ、お父さん。じゃあ、なんか赤持ってんだよ。わーいわーいって言いながら、わーいって言いながら赤から投げたさんの前で。あのさん、聞いたか今の。ちょっと、もう体がでかすぎて、通れないここ。うまいと通れないここ。おーい、ゴール前すごいことだった。わーいわーい、全部仕掛けた。ゴール前、バイオハザードのレーザーに飛んだって。やばすぎ。不可避だろ、あんな斜めからも来てたぞ。反射がすげえ最悪。3ボムでした。ミノさん全部投げてボム。そう、でもあれ、そう、あれ緑コーラのあのほあれ包囲網を超えたもん、前にボムあったから全然死んでた。せっかく緑、見聞色で避けたのに。見聞色で死んだ。見聞色で死にました。俺は緑で死にました。両方源さんですか。そうですね。やば。やばいよ。聞いてます。この人。地球に引かれてるな。ドン引きやドン引き。何してんのこいつぐらいの声。その前赤さん投げてくるし。それはいいでしょ。しかもあれ赤さんいた時わーいって言った。違う。わーいって言った。やば。次。左黒い虫いる。え？色ね。茶色いしかない。パララララララッパッパ。やっぱ赤引くよね。あ、本当に投げろ投げろ死んだ。投げろ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 。心が落ち着く。あ、いなくなった。いや、後ろない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 、もうない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 。俺だい。ごめんなさい。ナイス。つばくさこれ。おのおの順変わってない。ミニ待ちっていうのはこのゲームありましたね。とりあえず前にな、それに入れるか投げてみるわ。怖すぎ。これやばい、これやばい、マジで残念か。怖ぇー、ハゲの赤コラ。ちょっと皆さんそれしたら前。え前に投げるんだな、ゲンさん。ちょっとしょぼんとしながら。うわー、勝って攻撃手段をしたの途端に弱気になった。背景です。絵に描いたように弱気になりました。いやー、もうどんなんしてもダメ。燃え燃え燃え、キューン。ぽいな、これ。バーカバカ。はい、加藤さん、これどう思う。おー、すごく輝いてる。はぁ、間違えた。バカ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 。あ、なんか嫌な音してらしいんだろう。死の俺たちだろ。失礼。俺が死にまーす。君だけや、死ぬ。あー、怖かった。ミノちゃんがまた。あれ、アキクソン。いやー、これ、逃げた。失礼しまーす。あー、怖かった。危ない、危ない。ひどいゲームや。ひどいゲームだ、本当に。死んでやがる。シンタロもこのレギュ苦手そうだな。やばかった。やばかった。まあ言うて2期なんだけど。やっぱラウンジとかとは違う。うん、目の色が違うもんね。あ、プレイヤー側の話で。後ろを見るとさ、みんな目赤く光ってるよね。バックミラー見ると恐怖を感じるもんね。頭丸めてから調子いいっすね。精神統一したもんね。これか、俺に足りなかったな。思い出した。畑さん、そんな髪の毛長かったら無理だよ。なんだよその髪の長さ。いや、多すぎだろ、半分で。寺だから。玄寺、玄寺、ここで修行してっから。煩悩しかねえよこの。いや、まあ、トップがね、まあ、じゃねえ、しか教えてない。そんなひどいこと言うかよ。繰り返す。あ、もうここらへんに。うまい。おみくじ、おみくじやる。
マリオって誰？はい。まさか。ここは。あれ、ベガさんがいなくなっちゃった。いや、俺今ね、ちょい下りして、ちょい下りして3位。うえ。やっぱり、水さんにちょっと揉まれてもろてね。あ、これ来まーす。ダメー、いいよ。早い。ベガくん。お前、一緒に投げたよな。お前一緒に投げたもんね。危ない、何があったじゃん、こマリオか。ゲンさん、四角い、ゲンさん、やっちゃってください、あいつ。おい、近めだ、お前、どこでクラクション取っとんねん。怖い、関西の人もいます、怖いです。あー、あー、バレさんが打った再会のリンゴさん。ミドミに幅がかかる。ちょ、やばい、イライラも始まってる。赤コーラとキノコを交互に置くな。置くな、マジで。私もう。あー、ブーメラン。危ねえ。あれ好きや。落ち着いて。うわ、落ち着けるのか、ほんとに。お、ここ大会でめちゃくちゃ成績良かったのに、いいとこ一個もない。あー、パラリラだな。パラリラだな。ごい、マジで、テレさん、ほんとにゴミみたいなタイミングが。すいません、パラリラで、ほんとに。あー、ファイアボールもわ、キラーありがとうねー。あー、すいません。おい、キラー終わりで赤を。ごめん。サンタ、うわー。辛い。泣いちゃった。ふぅ。何とか。まあ、楽しいこの子。ティースさん、揉まれてる。てるめちゃくちゃ揉まれてる。アウトのコインを丁寧に集めたら、アウトにわざわざクラクション開きに来る。すいません。マジで許さん。そんなやついるの？やばくない？煩悩だよ、煩悩。煩悩だ。俺今日マジで何もしてないよ。しか考えてないよ、もう動き。煩悩だよ、それ。